地侍は、室町中期から安土桃山期にかけて見られた、侍身分の一種。もともとは、農業を営んでいたり、名主などの有力百姓だったものが、守護大名や在地の国人領主などと主従関係を結び、侍身分を獲得した。土豪と呼ばれることもあるが、土豪イコール地侍ではない。土豪とは抗議には、広域を支配する領主や、 在地の大豪族に対して、特定の土地の小豪族、その地域の在地の小豪族という意味もあり、その場合は地侍の主筋になる在地領主も含まれるからである。地侍たちは侍身分となることで、中央の守護や在地の国人のような両国支配者のもとで小領主となることを思考していたが、支配者から見れば、 地侍は在地美悪賞の有力者に過ぎず、非支配者とみなされがちであった。土一期の時代には一期の中核として活躍し、中には尊落から離脱して、自らの地位を物資に特化する地侍もおり、戦国期に入ると戦国、大名やその幕下の大民の国人領主の家臣として、系列化された。地侍層は戦国、 大名や黒人領主から家事コの徴収権を保障される代わりに家臣となり戦時には軍役を果たす義務を負った。江戸期の大名、旗本にはこのような地侍を執事とする家も少なくない。しかし大多数の地侍は侍身分でありながら村落に在住し村落の指導者としてあり続けた。こうした地侍たちは安土桃山木の平農分離によって 合詞やサイド、百姓身分に戻り、章や、名主、肝入り、番頭など村の指導者としての地位につくことが多かった。ありがとうございます。